オス、オラ、ホモ、新宿2丁目、最強のバルク、ワセブンです。はい、皆さん、こんにちは。明日、神奈川はもう雪降るみたいなことを言ってるんですけど、絶対降らないよね、こういう時って。シャバシャバな雪か、もしくは雨になって終わるだけなんで、期待はしないです。っていうか、子供の時はね、降ってほしいな、降ってほしいなっていつも思ってたけど、年を重ねると、降らないでほしいって感じですね。めんどくさいから。まあ、そんな小話は置いといて、今回はですね、食べて体感があった筋トレおすすめフードについてお話ししていこうと思います。いつもいつもね、僕は固形物を食べた方がいいよ、力湧くし、体も張れよって言ってるんですけど、じゃあ一体何をね、食べればいいのどれが一番いいのって疑問じゃないですか。今からね、お話しすることはまあ、あくまでもね、まあ僕の体感なんだけど、まあ人によってはね、違かったりするかもしれないんだけど、まあ僕がこれまで食べてきて良かったな、すごかったなって思う食べ物をいくつか紹介していこうと思います。はい。じゃあよろしくお願いします。では、食べて体感があった筋トレおすすめリアルフード。3つ。に関してお話ししていこうと思います。じゃあまず一つ目なんですけど、サーモンです。日本語で言うと、鮭かな。意外ですよね。絶対鶏胸肉って言うと思いましたよね。鶏胸肉は、まあもちろんなんですけど、まあサーモンをね、最初に紹介したいと思います。サーモンめちゃめちゃ食べた時があったんですよ。で、その時体がね、めちゃくちゃパンパンに張ったんですよね。はい、思わず鏡でポージング撮っちゃいました。普段サーモンってそんなに食べないから、その時の反応っていうのはすぐに分かったんですよね。ダルビッシュ有さんからですね、お肉やサーモンを合計15キロ送っていただいた時があって、サーモンとか2匹分ぐらいあるんじゃないかっていうぐらいのね、まあ、凍結された切り身が送られてきたんですよ。なので全部解凍して、まあ、サーモン丼にして食べたんですよね。さすがに、まあ、2、3食ぐらいには分けたんですけど、まあ、めちゃくちゃ美味しかったです。美味しいし、体がめちゃくちゃ張ったんですけど、なんでこんなに体張るのかなってちょっと考えたんですけど、他の食物、食べ物にはない栄養素が絶対関係してると思うんで、EPA かなとか思ったり、油ですよね。良質な油、魚によく含まれてる良質な油なんですけど、これが筋肉にいい働きがあって体がパンプしたんじゃねえのかなとかちょっと思ったりもしましたけど、でもまあサーモンって高いんですよね。てかお魚高いです。マグロとかまあたまに食べるんですけど、まあお肉と同じ量食べようと思ったら何千もしちゃうんですよ。でも食べて筋肉が張るっていうことはまあめちゃくちゃいいことなので、お金にね余裕がある方はまあぜひ食べてみてください、サーモン。ちなみになんですけど、清水太一さんってまあボディービルダーの方ご存知ですか？テレビ CM にもまあ結構出てるし、最近だとまあご自身のね、まあ、YouTube チャンネルも開設されましたよね。ちょっと前の話になるんですけど、その清水さんが毎日サーモンを1キロ食べるって聞いたことがあるんですよ。他にもね、まあ食べてるものはまあたくさんあるんですけど、まあ時間がある限りは食べ続けると。そうしなきゃ体がしぼんでしまうとのことでした。本当に清水さんってもう筋肉に一直線な方っていうかね、本当にもうプロを目指してるのかな？まあ目指してると思うんだけど、まあそこまでの人がサーモン食べるっていうんだから、やっぱね、サーモン間違いないんじゃないかなって、僕の体感もたまたまじゃなくて、本当にまあ確信に近いものっていうのはね、彼が食べてるっていうことで僕も得ることができました。日本語合ってるかな。はい、次。二つ目に、鶏胸肉です。出ました。定番ですね。定番すぎて何も話すことがないレベルなんですけど、鶏胸肉は本当に優秀ですよね。あとは、美味しければ言うことは何もないんですけど、一日通してお肉をね、まあ胸肉をコンスタントに食べれていると、体も張るし、力もみなぎるんですよね。これは食べた人にしかわからない感覚だと思うんですよ。肉を食べ続けてると、力がみなぎるっていう感覚は、多分食べてる人にしかわからない。で、どのメーカーのプロテインがいいですか？おすすめですか？ってね、質問するような人は、ああこの人肉普段食べてねえんだなって思っちゃいますもん。確かにね、肉をたくさん食べれないからプロテインが必要っていう人はいるし、もちろんわかるよ。プロテインも必要に応じてね飲むべきなんだけど、たくさん食べるのが苦手っていう人じゃなければ鶏胸肉は本当に正義だと思います。最後、三つ目に、牛肉と馬肉です。三つ目と言いつつ、二つ紹介しちゃって、すいません。キリがいいからさ、キリがいいから、ちょっとまとめちゃいました。ごめんなさい。はい。ボディービルダーって、鶏肉以外にも、まあ、牛肉を好んで食べる人いますよね。結構多いです。牛肉を食べると体が張るって以外にも、闘争心が出るっていうね、人もいるんですよ。僕は正直、牛肉を食べただけでは、まあ、闘争心は湧かないんですけど、牛肉が牛ももかな？脂質が少ないとこね。牛肉が、まあ、筋肉にいいことは、まあ、確かです。クレアチンが入ってるから力が出る
っていうのはまあ有名な話ですよね。でも高いんですよ。高価なんですよね。それだけが難点。だけど、めちゃくちゃ美味しいです。ご飯のおかずにもなります。で、馬肉も同様で、まあちょっと高いんだけど、まあめちゃくちゃ美味しいんですよ。だけど、馬肉の場合は、ちょっと難点があるというか、どこにも売ってないんですよね。まあ最近ですと、馬肉を購入できるアカウント、お肉屋さんがやってるアカウントとか、いうのがあって、馬肉を購入できたりするんですけど、やっぱりね、なかなかね、アカウントがあるとは言いつつ、なかなか手が出なかったりしますよね。一番いいのは、まあ、スーパーにその馬肉コーナーを作って、どこでも売ってる環境ができればいいんですけど、なんでね、スーパーに馬肉が売ってないんでしょうかね。単純に大間さんのね、数が少ないのか、肉の需要がないのか、ちょっとわかんないですけど、癖が強いっていうのはね、聞いたことはあるんですけど、まあ、この前、馬肉ちょっといただいて食べたんですけど、まあ、全然癖とかそんなのわかんなかったけど、むしろすっきりして、すごい美味しかったけどね、ニンニク醤油とか食べるとさ、最高に美味しかったんだけど、なんで売ってないんですかね。ちょっと謎ですね。次にですね、残念ながら、おすすめの食材にランクインできなかった食材たち、お肉をちょっと紹介していこうと思うんですけど、まず豚肉です。豚肉はそこまでいい評判を聞いたことがないですね。もちろん美味しいんだよ。豚丼とかいうのは美味しいんだけど、筋肉的にはあんまりいい評判は聞いたことがないんだよな、正直。で、脂質が少ない部位もきっとあるんだとは思うんですけど、やっぱりみんな脂質気になりますよね。トレーニング前とかに今脂質取ったらパフォーマンス落ちちゃうし、豚肉って脂質を取らずにタンパク質のみを取れる部位ってありましたっけ？まあいちいちね、脂肪のところを切り取る手間とか、まあもったいないしね、何よりと言いつつ胸肉は入ってるんだけど、切り取る手間とか、まあ量に対するまあコスパ的なねところを見ても、まあ鳥さんにはかなわないのかなって思っちゃいますね。次にセミ、コオロギ、カブトムシです。はい、まあいわゆる昆虫食ですね。まあ聞いた話によると、昆虫食の中でも、まあ、セミだったり、あとコオロギ、カブトムシなんかを食べると筋肉がパンパンに張るらしいです。まああとバッタも栄養価が高いって聞きますよね。で、これは筋トレ界隈を時々ざわつかせてる江本くんっていうね、ことを直接会って聞いた話なんですけど、セミって実は一匹タンパク質 3g もあって、羽の周りの筋肉なんてめっちゃいいタンパク源なんですよ。食べた瞬間に筋肉がパンプします。鶏肉や牛肉、サーモンなんか比較にならないです。高さんもセミ食べたらデッドリフト300キロ引けるんじゃないですか。最近僕1日9食から7食に減らしちゃいましたって言ってたんですよ。もう何から何までやばいですよね。しかも彼ね、一回昆虫食か何かで腹下してげっそり痩せたんですよね。まあいくらね、未来は昆虫食の時代が来るとはいえ、今ね、野生の虫を食べなくたっていいのにってね、彼直接取りに行ってそれ食べてるから、セミとか茹でてね、カブトムシも焼いたんだか煮たんだかわかんないけど、自分で取ってきて食ってるんですよ。まあなぜね、そこまでリスクを背負って虫を食べてるのかというと、これも彼がね言ってたんですけど、実はその前年度から虫を食べることに関しては興味があったけど、コンテスト続きだったから調整外す心配があったから試してなかったと。でも今年はまあコロナのせいで、まあ大会が全部なくなったので、まあ、今がチャンスだと思って実験してますと言っていました。闇雲に興味本位で虫を食べてるわけじゃないんですよね。ネタでもないし、全てこの先に生かそうとして食べてるんですよ。恐ろしい男ですね。僕はちょっと無理です。筋肉はね増えるかもしれないけど、虫を食べるストレスで逆に筋肉減りそうです。では最後に、食べて体感があった筋トレおすすめリアルフードのまとめの話をまとめをしたいと思います。体が張るっていうね観点では、まあサーモンがね最高だった気がします。しかしまあ高価で高いんですよ。で、量を食べるにはちょっと財力が必要なので、当分は胸肉がね、メインになるかと思います。他の食材でまあ牛肉だったり、あと馬肉もまあ紹介したんですけど、安くね大量に買おうと考えたら、やっぱ胸肉にはまあかないませんね。ただめちゃくちゃ美味しい、牛肉と馬肉は。で、昆虫食はまあ人類にとってはまだ早い気がします。もちろんね、地球のどっかでは実際に食べてる人たちはいるんですけど、ボディービルダーにはまだ早いですね。結果、鶏胸肉がまあ今現在ベストな食材のように感じます。ベテランビルダーもまあ若いトレーニーも、それ以外の健康をね願う方たちも胸肉が食べやすいんじゃないかな、一番手に入りやすいしってな感じです。こんな感じで今回の動画はこれで以上です。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイバイ。